よし、よしよしよし。さあ今回、はい、もう何かと話題になります。もう巨人軍の話です。はい、はい、もうこのチャンネルでも 何度も、 もう取り上げさせてもらってますけれども、はい、まあ、今回もキンキンね、今この撮影日の昨日とかなんですかね、昨日発表ありましたけども、巨人軍から、人的保障で今日の選手が広島に移籍するということでびっくりしましたけども、ああ正直巨人のユニフォームが似合ってた選手だから。そうですよね、本当に俺は長野の性格も大好きだしさ、長野って本当にあの人がいいというか、なんか目立つことが嫌いというか、そのくせ実力者だというか、で、まあ、首位打者も取り、まあ、最多安打も、のタイトルも取ってるし、まあプロテクト外れるかと思う。でもね、ここら辺プロテクトが読み合いだからさ、まあ、例えば広島の選手、広島側は誰が欲しいっていうふうに考えた時に、まあ、長野の年俸とか年齢とか考えた時に、長野を外しても長野には手を出さないんじゃないかっていう読みもあったと思うんだよね、巨人の方は。いやだけど、まあ、丸が抜けてその分金が浮いた分だけやっぱ長野に使えるということだよね。そういうことなんですかね。でもさ、巨人に入りたくて入った選手だ。そうですよね、本当にドラフト2回蹴ってるからね。はい、でやっぱ巨人に入りたいということで、またクリーンだったよね、入り方もね。そうですね、また待って社会人で頑張って、はい、でやっと巨人に入れた。はい、まあ、そこの思いを考えるとさ、ルールとはいえ、なんか寂しいものがあるね。そうですね、そうですね。でもね、広島行ったら寿命が、長野の寿命は伸びるかもわかんない。ああ、なるほど。やっぱこう、人工芝じゃなく天然芝になるでしょ。だから体の負担もなくなるということと、あとはやっぱあれだけ練習するチームだから、まあそんなに追い込むことはないけど、長野の年齢で。でもやっぱこう引っ張られて、またもう一回鍛え直そうというね、そういう気持ちにもなると思うんだよね。悪くはないけど、まあ巨人ファンは相当悲しいだろうね。いや俺も悲しいもんは、長野が巨人じゃないんだっていうね。なんかやっぱりちょっと違和感はありますよね。なあ、まだね、違和感ね、はい、でも活躍してくれると思う。そうですね。豊さん的にはどういうふうにこう活躍とか期待してますか、広島に移ることで。やっぱりね、はい、ちょうど32から34というのは、はい、その選手生命が伸びるか縮むかの年齢に差し掛かってると思う、はいはい、だから長野って昨年使われたり使われなかったり、うん、まあ代打もあっただろうけど110何試合で終わったのかな、まあ、それを考えるとまだまだ俺できる選手だし、まだまだこうなんていうの、燃え尽きてないと思う。だからそういった意味では体をもう一度リフレッシュして、もう一度絞り直してやったらそれ相応の活躍ができるという。だから長野を取ったことによって丸が抜けた、はい、戦力ダウンだって言われてるけども、長野が埋める可能性があるぐらいのポテンシャルを持ってる選手ですね。だから本当に期待したいし、まあ、長野は人がいいからな。いや本当に人がいい。あ、もう本当ジェントルマンだ。一番寂しがったのは坂本かもかもね。あ、仲良かったな、やっぱ2人ともなんかすごく人が良くて、でも2人とも切符がいい選手だから、だからすごく後輩からも慕われただろうし、もう本当に、ね、人を大事にする選手だったから、寂しいよね。また人がいいところに行くから、広島もファミリーだって言われてる。あ、そうっすね。だからまあ長野に会うかも。まあ期待したいと思います。そうですね。そうですね、ぜひ。頑張れ、長野。